来月9日に投開票される滋賀県議会議員選挙の投票用紙が今日県内各市町の選挙管理委員会へ届けられました。このうち配布枚数が最も多い大津市には午後1時ごろ県の選挙管理委員会から投票用紙が届きました。大津市に交付されたのは滋賀県議会議員選挙の投票用紙286,000枚です。大津市選挙管理委員会によりますと、これらの投票用紙は来月7日に市内122の投票所に渡されるということです。大津市の選挙管理委員会としましては、投開票に向けてただいま選挙の準備を進めているところでございます。選挙は私たちの代表を決める大事な権利ですので、投票の方をぜひよろしくお願いいたします。統一地方選挙前半となる滋賀県議会議員選挙は今月31日告示、来月9日投開票です。2025年の国民スポーツ大会に合わせて建設中のトンネルや完成したばかりの競技場などの現場見学会が土木の仕事に関心がある学生を対象に開かれました。県が主催した見学会には県内の大学などに通う学生9人が参加し、普段は見ることができない大規模な建設現場を間近に見ていきました。こちらが新しく整備されている彦根お城トンネルです。一行が訪れた彦根お城トンネルは名神高速彦根インターチェンジから市街地へ向かう道と国道8号線が交わる戸町交差点付近の慢性的な渋滞解消のために建設されています。総延長は1135メートル、完成すれば彦根インターから戸町交差点を通らず前原市方面や国民スポーツ大会のメイン会場方面に抜けることができます。さらにこの日はメイン会場となる陸上競技場の見学も行われました。彦根総合スポーツ公園陸上競技場、愛称平和堂ハトスタジアムは2020年3月から33ヶ月をかけて完成し、来月1日供用開始です。総工費はおよそ127億円、臨場感の高い観戦が可能という2層構造の観客席や周囲を回遊できる立体的な歩道空間などデザイン的にも特徴があります。一緒に設計から維持管理まで携われたら、すごく楽しい仕事になるんじゃないかなというふうに思いました。規模が大きい建物に携われるっていうのがすごい魅力っていうふうに感じたんで、またその就職先の一つの候補として考えていけたらいいなって思ってます。地域に密着して社会貢献活動に取り組む県内の団体や個人を称える近江社会貢献賞に今年度4つの団体が選ばれました。近江社会貢献賞は滋賀県市町村振興協会が毎年表彰しているものです。11回目となる今年度は8件の応募の中から4つの団体が選ばれ、昨日協会の理事長を務める東近江市の小倉正清市長からそれぞれの団体の代表者に表彰状が手渡されました。このうち東近江市に拠点を置く女子硬式野球の社会人チーム東近江バイオレッツは地域密着型のチームとして東近江から日本一へという高い目標に向かって励む一方、2017年の設立当初から地域のイベントや出前授業などにも積極的に参加、町の活性化に向けた活動を継続的に行っていることが評価されたということです。役ももちろんですが、社会人として頑張っていかないいかないいうことで、皆さんもう夢と希望を持って頑張ってくれてます。県外、それから県外もですね、皆さんから本当に応援をいただいて、この場をお借りして感謝申し上げたいと思います。
滋賀県市町村振興協会は今後も地域密着で頑張る団体や個人に光を当て活動を応援したいとしています。続いて新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに62人の感染が確認されたと発表しました。今日は62人、前の週の同じ曜日より20人減っています。なお今日は新たなクラスターの発表はありませんでした。滋賀県在住の宮島美奈さんが滋賀を舞台とした青春小説で作家としてデビューし、今日県庁で記者会見を開きました。宮島美奈さん39歳は2009年から大津市に移り住み、2021年に新潮社が主催する R18 文学賞で短編小説ありがとう西武大津店が大賞など3つの賞をトリプル受賞しました。今日新潮社から発売された成瀬は天下を取りに行くは、このありがとう西武大津店を含む連作短編集で、滋賀大津を舞台とした青春小説となっています。馴染みのあるところが出てくるというのはとてもなんか嬉しいことというか、まあ、とても親近感を持って読んでいただけると思うので、ぜひやはり滋賀県の人にも読んでいただきたいですし、それに滋賀に住んでいる人じゃなくても滋賀出身とか滋賀にゆかりのある人は全国各地にいらっしゃいますので、そういう方にですね、読んでいただいて滋賀をこう全国に広めていきたいな。成瀬は天下を取りに行くは県内の書店でも販売中で、宮島さんは続きを読みたいという声に応え、すでに続編の執筆にも取り掛かっているということです。